そう、限定に弱いんですよ。確かに当たった。お、元気、マジ来てくれる？笑った。そうだよ、伸ばしてるんだけどさ、なんかわかんないんだけど。メリークリスマス、おしおちゃん久しぶりです。おか、やっほー。うん、シューティング喧嘩してよろしく。あ、行くよ、だって嬉しい。渡すから受け取ってね、受け取ってね。こんばんは。明日衣装本の配信だよ。私が例えないけど嬉しい、よろしく。最近イクラブハマりして、ありがとう、ありがとう。さまちゃんメリークリスマス。珍しい人、こんばんは。やっほー、やっほー。ごまさ、なんか雰囲気違うよ。うん、前髪かも。やっほー、今日も大好き。明日もゲットするね。明日の絵なんだろうね、絵柄楽しみ。リサも知らないんだよね。行って気づく、行って気づくというか行ってわかる。サマちゃん結婚してよろしく。うん、衣装も気になる。今日あったかかったね。ゲットします、嬉しい。早くリサの完成見たい、見たいな。こんばんは。なんかさ、変な前髪でショック。今ちょっと悩み、お悩みそうだ。さあ、もしかできた、ありがとう。前髪もリップも可愛い。リップは昨日と一緒。こんばんは、こんばんは。ちょっと巻きすぎた、ここ。さあどうしよう、卒論。ああ卒論、もう卒論ね。まあ赤ちゃんありがとう、きょうちゃんスノードームありがとう。こんばんは。パジャマの家嬉しい、トロピちゃんと久しぶりに話せる気がする。やっほー、 MKT ハートありがとう、ハート。うん、もうすぐお話してきます。あとちょっとだよ。ツアー神戸と東京申し込んだ、ありがとう。なんか、あー、ココちゃんおめでとう。更新してまたストーリー見る。宮森ゆうちメリークリスマス、ありがとうね。今日も来てくれたの。でもお仕事、今日早起きできた？そういえば早起きって言ってたよね。明日就活のやつ頑張れ、自分を信じて。さやかちゃん夜勤明けで終わったしかね。ありがとうね、夜勤明けに来てくれるの本当に。こんばんは、こんばんは。あと10日で始めますできる、やば、あと少し。名刺ハートありがとう。
確かに来てくれ、楽しみ、あやなちゃん。こんばんは、サンピンちゃん。あ、ショコラのこと。ありがとうございます。いつもお世話になっております。お渡し会で初めましてだ。わあ、やっぱお渡し会で初めましての方もいっぱいいるのか。リサも楽しみにしてる。面接今日行ってきた。お、いいね。いいじゃんね。じゃあそれはもう期待大だね。もうなんかさ、うまくいったってのか、もうなんか自分がさ、わかるやん、やっぱね。ピンク衣装、ピンク衣装だよ。あの衣装は本当にお気に入りだから、リサもお気に入りです。気に入りだ。なんか前髪、やっぱさ、なんか前髪なんかさまよいがやばい。誰かさまよってるね。さまってるよ。誰か誰かさまよってる前髪、助けてもらっていい？マジで薄い前髪いったく、え、マジでいってる？ガチ薄くもできるよ。こうやって避けて、こうで、こう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 。ちょっと待って、眉毛今日適当だったわ。やばいやばい。こう。ちょっと眉毛適当かも。やばいやばいやばい。あんま見ちゃいけないやつ。隠して隠して。ここが変なんだよ、なんか今日。変変変。変変。うん、うん、え、宮森ゆうちゃんじゃん。ツリー、ツリーだって。ツリーじゃん。ありがとう。昨日もくれたよね。頑張れたの今日は。どう、全然変じゃない。変変変変。あーいよー。薄め、今日はね、アイシャドウなんか茶色、なんか本当に薄い茶色、なんかほら塗ってないみたいな。塗ったけどね。仕事終わった瞬間に配信は、お疲れじゃん。早起きだったのに見てくれてるの今。ひろみメリークリスマス、クリスマス。宮森ゆうちゃん何いたわ、これ頑張ったわ、今日早起きできた、できたたわ。スリスしか勝たん。いやー、そんなことはない。いつもして、顔赤い、チーク塗りすぎたんだ今日。チーク塗りすぎたんだよ、今年初めてツリー描く。下手かも。いい加減にしてほしいよね。なんだ、でも可愛く描く。なんかこうやってふわふわみたいにして、うーん、よかった。こんばんは。チークのコツは笑って、リサはつける、あの笑ってつけます。
こうやって笑って、一番マジで塗りすぎちゃった、高いところにつける、チョンチョンって。あのでも最近はあのゆきりんさんのあの練りチークをスポンジでチョンチョンチョンってしてチョンチョンってつけるのがハマってる。今日はちょっと別のやつにつけたらつけすぎたっていうね。そう、なんか手でもいいできたんだけどね、手の方が馴染むかって思ったけど、スポンジ割といいかも。うん、いい、いいかもしれない。あやのちゃんパウダー前にチーク塗る、パウダー、うん、パウダー前にチーク塗るかも。うん、でもあんまりパウダーをね最近ね、なんかテカるとこに塗るかも、なんか鼻とかに塗るかも。この辺ねなんか塗らない、あんま塗らない最近。いつの日かチーク塗らなくなった。マジ？チークは塗った方が可愛いよ、絶対に可愛いよ。やっぱなんかあるのとねないとね、なんか違う気しない？まいちゃん、私も確かに、よろしく、嬉しい。ことみちゃん、初めましての方多そうだね。確かに楽しい、楽しみにしてる。おすすめのチーク、なんかでもあれがなんかパールが入ってるチークが好き。なんかさデパコスだとさ、なんかディオールとかにあるけど、セザンヌで使ってたチークハイライトみたいなやつが可愛かった。どっちもある、なんかチーク効果とハイライト効果ある。よっ、セザンヌいいね。こんばんは、こんばんは、ゆうちゃんはじめまして、はじめまして、楽しみすぎるだわ。別メンバーに私からあげたの、あらー、会えないの？消えて、お、消えた。えらいよ。明日は？早起き？明日も？わかる。セザンヌとか、私さ今日初めてセザンヌの眉毛描き買ってみた。眉毛描き眉毛描き眉毛描きやばい。いいかな、書きやすいかな、初めて買ってみた。明日はゆっくりなの、よかったね、マジ。ちょっとでもゆっくりだと嬉しくない？寝れるっていう気持ちじゃない、やっぱ寝れるよって。眉描き、なんか今まではねメイベリンとかねメイベリンとかねとかね、なんかその前だったらなんだっけ、メイベリン、リンメルとかなんかでやってたんだけど、買ってみた、書きやすいか、じゃあ明日書いてみる。それでメイベリン、なんか買ったやつはね、あれ、あのね、なんだっけ、ブラシじゃない、あのペンシルのタイプの普
通のやつ買ってみた。細いやつはなんかね持ってる、あのここの延長書くときと涙袋書くときにそれで書いたりします。はい、ゆうちゃん書けた。はい、宮森ゆうちゃん気合、今日なんか字でかかった、気合で起きれた、あおめでとう、起きれて偉いよマジで、本当に偉いね、早起きして5時台に起きるなんてもう早いよ、ほんと偉いね。明日はゆっくりなんでしょ、ゆっくりもういっぱい寝てね、いつもお疲れ、ほんと初めましてできるのりさも楽しみだよ、元気でいて、りさも元気でいる、今日はピース。ありがとう、ゆうちゃんお疲れ、今日ももういっぱい食べなね、甘いものとかいっぱい食べてね、いっぱい食べてね食べます、だってお疲れマジで、明日も一緒に頑張ろうね、りさも頑張るねマジ。明日はでもあれショールーム楽しみだね、りさのもう絵柄楽しみだよ、なんだろうって思ってる、何のやつかなって悩んでるじゃない、楽しみ。楽しみです。やっほー、みっちハートありがとう、やっほー、あんこちゃんがまたレッスンしてる、赤ちゃんがすごい、あれマジでいっぱいいるよね、赤ちゃんあれめっちゃ流行ってない、 UFO キャッチャーにいっぱいいる気がする、かっちゃん楽しみにしてます、楽しみにしてて、20時からだと思う、前回よりも1時間早いです、ラホーレさんのコラボもありますよ、10人集める、やば、もうねレッスン室にいる子たち面白いことになってるから、本当にマジで面白いから、本当にやっほー、初見です、初めましてゆうちゃん、ありがとう、そう本当に面白くてマジで可愛い、可愛いんだけどなんかもうなんかみんなに遊ばれすぎて、あの赤ちゃんみんなに遊ばれてるよ、タッカハートありがとう、みりんやっほーやっほー、そうでも可愛いから、確かにわかる、かわいい、愛されてるよめっちゃ、リオちゃんこんばんは、こんばんは、ぷにゅぷにゅ、なんか顔伸びる、顔なんか全部伸びるやつ、そうすごいよ、でも本当にすごい、怖い、なんかでも怖かわっていうかさ、なんかちょっと怖いけどなんか可愛いとこあるっていう感じの子なんだよね、めっちゃ、そうゆんちゃんやっほーやっほーやっほー、マジで UFO キャッチャーにいっぱいいるんだよね、外めっちゃ寒い、あー早く落ち着きたいね、そうUFO キャッチャーにたくさん、やっほー、カイリンハートありがとう、リオちゃんもハートありがとう、やばいじゃん、みんな元気でいて、課題頑張れ、
UFO キャッチャーリサ得意。なんか物によるけどね。でもなんかハマるときはマジハマっちゃう。そう。いや森ゆちゃん、クマありがとう。 I love you。 そうハマるときはハマるけど、なんか結構あのなんて言うんだろう、諦めるも早い、諦めも早い、無理だって思ったらやめる。12日、マジか。ちょっとでもね、やめばいいけど雨嫌だよね。取れるまでやりそうなのに、なんかアームの強さにもよるかも。諦めるときマジ早いよりさ、なんかさっきまでやってたのにもういいのみたいななっちゃうけど、でもなんかどうしても欲しいとかだったらちょっと頑張るけど、なんかそのどうしようもないときない、なんかめっちゃ無弱いみたいなとき、もう緩いねみたいなときはもうどうしようもないやん。そう絶対無理なのある。あやちゃん結婚してよろしく。そうでもなんかさ、あの確率みたいな言うじゃん、なんかそう確率期みたいな、何回に1回はなんかもうバシッて掴む時あるみたいな、本当かって思うけど本当かって思う時あるけど、なんか分かんないよねやってても。本当かとか言うけど本当だよね、そんなね嘘とかないよね。ももかちゃん元気出して。あ、ゆりるじゃん。やっほそう、な無理やんみたいなのない？え、なんかさ、今あれ出てるよね。スイカゲームのスイカ。スイカのさ、丸のなんかやつ、クッションあれ。出てないあれ、UFO キャッチャー。あれやばいって。あれ取れるんかって思う。え、なんかたまたまね、それこそなんか TikTok でね、なんか見てたら、なんか UFO キャッチャーをしてるライブしてて、ライブ配信でなんかスイカ挑戦してたんだけど無理よあれって思った。丸ってむずくない？なんかシュッてもうなんかヒュッていっちゃう。日本づかみ？日本か、すごい。なんかさタグに引っ掛けたらいいとかもあるやん、たまにこうなんかいてさ、ここにタグがあってここに引っ掛けたらいいみたいな。でもさその引っ掛けてまあ行く場合も確かになくはないかもやけどさ、その引っ掛けててさ、その引っ掛けてる時にさ確率が来たら終わりだよね。そしたらさ引っ掛けるよりかはさこうやっていった方がさ絶対に良かったじゃんとかあったりするじゃんね。難しいよね UFO キャッチャー、むずい。なんか UFO キャッチャーってさやっててさいろんな気持ちにならない？なんかエリサだけかな、やってていろんな気持ちになるの。すっごいいろんな気持ちになる。タカ結婚してよろしく。なんかねそれ取れたら嬉しいんだけど、あのたまになんかその多分いっぱいお金をこうなんかそういう時ってなんか多分使っちゃえって気持ちでこうやるわけよ。やっぱそういう感じじゃないとやっぱ無理やん、落ちんやん全然。え、そうそう、心のどこかでなんか謎の罪悪感みたいなとこある、最後らへんになんかわーめっちゃやっちゃったなーみたいな、ない？謎の罪悪感生まれるんよ、なんか終わった後に。なんか不思議と
なんか取れた時は嬉しいけどね、やっぱその取れた時の達成感がやっぱりそのクレーンゲームの癖というか、やっぱやりたいと思っちゃうさ、その気持ちなんだと思うんだけど、なんかそのね、それになるんですよ。なんか誰かと言ったらいいんだけど、なんか一人とかでやってたらね、切なくなる。絶対あんま一人でやることないけど、そうそう、取れんかえ、そうなんよ。なんかこの間はなんかモモンガじゃなくて、モモンガだ、モモンガを UFO キャッチャーで見つけたで、ってしたらなんかチーカワとかハチワレとかは結構売ってたりするんだけど、グッズとかでぬいぐるみとかクシとかまあいろいろ売ってたりとかするんだけど、モモンガがいないんですよ、あんまグッズがなくって、売ってなくって、あんま。だからその UFO キャッチャーにいるとマジでレアなの、レアであんまいないから、なんかそういうのが取れたら嬉しい、嬉しい。モモンガレアキャラだよ、モモンガリソースになってくれたの、ゆっちゃん、よろしく。そうモモンガね、栗まんじゅうとかも珍いのかな、かわいいよね、わかる、かわいい。やっぱ栗まんじゅうもレアか、最近シーサーが好き。わかる、アームの強さ店による、新海本当つい人気だったか、やってみた、今日下ろしてたけどね、さっきまで結んだよ。8割のぬいぐるみ、あ、前の捨てたのはそう、かわいいでしょ、8割、8割ってやっぱかわいいよ。そうと結婚してよろしく、てか8割カフェ、8割カフェじゃない、ちいかわカフェ8割カフェじゃない、ちいかわカフェに行きたい、ちいかわカフェに行きたい8割カフェ、ちいかわ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 。でもなんかレアなんだよねマジで、ちいかわたちの種類ほんと人気で、 UFO キャッチャーに行ってもねもうないの、あれこの間まであったじゃんみたいな、もうないない、人気すぎ。さくらちゃん久しぶりだ、久しぶり、うん、人気だよ今ブーム。え、あれはもう今も流行ってる、あのおパンチウサギ、あとんぽちゃむ、でも可愛いよね、なんかやっぱ可愛いよねその子たちも、あんま詳しくないけど、んぽちゃむ、おパンチのウサギ、おパンチのウサギじゃない、あの歌好き、ウサギ可愛い、んぽちゃむの声好き、え、わかる、可愛いよね、んぽちゃむ可愛い、キャラクターはさ人気だよね、やっぱめちゃくちゃ好き。なんかなんかさ TikTok でさ流れてくるよ、よくなんかいろんな歌もだし流れてくる、うん、
流れてきて知る。たくさんこじこじね、わかる。なんか何とも言えない感じがいいよね。そうね、かわいいよね、やっぱかわいいよ。低めの2つ好き、やっぱかわいいよキャラクターって。グデタマ、グデタマはさ、なんかサンリオはもうなんかもうなんて言うんだろう、なんか殿堂入りじゃない？もう全部人気じゃない？でこの間でもサンリオショップに行ったんですよ。可愛かった、なんかいっぱいいて、あのねキリミちゃんもいたし、なんだっけ、ボンボンリボンちゃんもいたし、あの白いふわふわの子なんだっけ、結構レア、キリミちゃん並みにレアの、うわーなんだっけ忘れちゃったな、ピアノちゃんもいたしね、なんか可愛かった、なんか可愛い、無理、可愛すぎた。キリミちゃんはそう、コーギーミュン、コーギーミュンがさいて、もうなんか、かわいい、なんかあんまいないんだよ、コーギーミュンとかもいないし、キリミちゃんもいないんだけど、普段あんまレアキャラ並みなんだけど、なんかそう久しぶりに行ったらなんかもういっぱいマイナーなキャラがもういて、なんかもうえぇ、ー、ってなった。もうコギミュンもうなんかもうねやばかった、もうなんか可愛すぎ、もうなんかなんなんって感じ、もうこんな可愛い、可愛いよ、もう連発しちゃったよ、可愛すぎ、わかるわかる、めっちゃいるようなキャラクター。マイメロはもう安定にね、やっぱ可愛い、やっぱり可愛いよね、やっぱり。コロコロクリリン、え、なんか子供の頃なんか持ってたよ、なんだっけな、なんか持ってたよ。クロミちゃんもね可愛いよね。何が一番好き、え、なんかもう、え、もうね、え、サンリオ、え、マジでね増えてた、もういっぱい可愛い子、もうなんか可愛い、決めれない。マックのハッピーセットはキティちゃん、え、トレンド入りしてた、マクドナルド、あ、違う、ハッピーセットが、食べなきゃね、ちょっと欲しい、欲しいかも。花丸ボケ好き、マイメロ、ピアノちゃん、ボンボンリモンちゃん、わかる、でも可愛かった、ピアノちゃんもいたかな、なんか可愛い、ちょっと絶対食べよう、マジでリサも、ちょっとマジで15日とかからだったっけ、食べなきゃね、マジでハッピーセット頼もう、ハッピーセット。YouTube 出した。ありがとう、みほちゃん。絶対にね、集めよう。絶対かわいいよ。ポロンちゃんでなんだっけ？でも知ってるよ、名前。知ってる。うん。種類違うんだ。え、22とかになったらさ、あれなのかな、もうさ、その前のさキャラたちいなくな、キャラなっていうかな、いなくなっちゃうのかな、
そうなると結構やばいかも。普通にハッピーセット、ハッピーセット、ハッピーセット年齢ないの？え、だよね。なんかリサもさ、ずっとなんか小学生とかまでなのかなと思ってたけど、いけるね。あ、じゃあいけんじゃん。いけんじゃない？でもハッピーセットお得じゃない？普通に。なんかポテトも食べたい、ナゲットも食べたいとかなるときあるんだよ。そしたらさ、ナゲットセット買えばいいよね。だって飲み物もついてくるし、白ぶどう飲める。白ぶどう好き。白ぶどうも飲めるし、ポテトも食べれるし、ナゲットも食べれる。もう最高じゃない？最高。リサもね、たまに最近頼むナゲットのセットがいいってなって、なんかちょうどいいんだよね。なんかポテト L とナゲット食べたらなんかちょっと罪悪感とか怯えるんだけど、ポテト S でだったらなんかいっかなって気持ちになるから。でしかもそう、白ぶどう飲めるっていう。よ、白ぶどう美味しいよね。パンケーキも食べれるよ。あのリンゴのソースってまだあるのかな、パンケーキの。リンゴとさ、バターだっけ、あの2個でパチンってやるやつ、ね、あの味好き、あの味好きなんだけど、まだあんのかな。なんか最近はそのナゲットセットぐらい、ハッピーセットだから食べたいけど、その変わってないのかなって思って、味とそのあれが、ソース、美味しいんだよ本当に。甘くてね、美味しいよね。リンゴソース、本当にそのリンゴソースが何とも言えない美味しさをしてる。なんかもうほんのり甘めの感じがいいよね。教えるね、何キティちゃん出たか教える。明日の昼マック最高だね。なんかさ、マック、最近マックブーム来て、この間しょうこと食べたのに、また食べたいの発症してる。ケンタッキーのビスケット食べたかった。あれは美味しい、あれは美味しいよ、あれは本当に美味しい、好き。ビーフシチューの出たんだよね最近。そうパイ系全然食べてないの。その三角チョコパイも食べてないし、なんか本当に全然食べてない。グラコロ美味しかったよ。こんばんは。よし、明日マックにしよう。いやマックマジ美味しい。あと無性にマックのポテト食べたい時ない？マジマックのポテトちょうだい、食べたい、今って時ない？今食べたいって時あるんだよ。まおちゃんだ、ありがとう、配信久々来てくれて。あるよね、ビューシティのパイ絶対うまい。いや、うまいよね。うまいとか言っちゃった、しよね。死ぬ、笑わないでよ。え、ほんとリサ、え、もうそう、まあ、あとリサが好きなのはポテトだったら、あのミニストップの X ポテトが好きなの。 X ポテトが好き。でもミニストップがないじゃん東京あんま、だからあんま食べれないんだけど、でもそう、ずっと推してるの、ずっと好き。 X ポテト大好き。ポテトはもうだから、そこ、それかマックがいいな。なんか結構物によるかも、ここはこれがいいとか。やっぱチキンとかはやっぱケンタッキーがやっぱ美味しいよねって感じ。でもなんかそういうチェーン店ばっかりかも。そのなんかさ、多いチェーン店になる。マックとか、そのケンタッキーとかさ、ロッテリアはあんまないからあれだけど、
多い。ミニストップ言うのすごくいいね。いいね。ケンタッキーの太麺ポテト美味しい。なんか変わったよねケンタッキー、結構前に。フレッシュネスバーガーはもう行かないな。こんばんは、しのちゃんありがとう。そうチェーン店多い。ポテトにかけるフレーバーし、え、ポテトにかける、え、でも何でも好き。あのポテトはあんまかけないけど、あのさ、シャカシャカチキン、シャカシャカチキンっていう名前だったっけ、あるやん、チーズとかさ、レッドペッパーみたいな、もっとなんかあるやつ、あれはね辛いのが好き。いつもだいたい2択、チーズか辛いやつ、レッドみたいなやつ、うん。バーベキューとマスタードはどっち派？でもね、でもね決めれないんだよね、どっちも好きなの。なんかでも、あ、でも最近マスタードかな、マスタード多いかも。うん、本当に。でもバーベキューはもうなんか王道、もう絶対に美味しい。いつも悩む、悩みすぎ。わかる、その現象ある。あれ、塩気のあるものとね甘いのもね交互にね来る。マスタード派、マスタード派多くない？結構マリンちゃん引っ越してよろしく。多くない？マスタード派の方。わかる、子供の頃は絶対にもうなんかバーベキュー、バーベキューだよ。会社で入って売れなったの？え、大丈夫そう？元気？やばいじゃん。なんか胃腸炎流行ってるらしいよね。気をつけて。マスタード大人の味だと、なんか辛いと思ってたんだよねずっと。でも美味しかった、全然辛くなかった、全然辛くないじゃんってなった。うん、バーベキューはもう絶対王道だから、なんか3個選んでいいよみたいな、なんかあるじゃん15ピースかなんかの時は、もうあのマスタードとバーベキューは絶対プラス、なんか挑戦系1個やる。カモ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 、あー、ワリンちゃんよろしく、ありがとう。限定のソースは絶対頼んじゃうよね、一個ね。ラビーキエラ。めっちゃ元気。あ、そうなんだ。でもお腹痛いの嫌じゃない？頑張って治しそうね。でも元気なんか。でも元気なのはいい。熱は嫌よね。やっぱ。期間限定絶対一個は頼むよ。飲むのはあのそのなんだっけ、あれ私の好きなやつ、白ぶどうか、あのあれ炭酸がいい、炭酸系。辛いナゲット好きだった。え、わかる、美味しいよね。胃腸強いよ、胃腸よ、胃腸強いか、胃腸強いと思うよりさ、
わかんないけど。こんばんは。メロンソーダ、あ、わかる。ファンタメロンとかね、しちゃう。ファンタメロンか、ファンタグレープか、白ぶどうか、炭酸系が好き。えらい、生きてる。一応強い報告、やばい、ウケる。わかる。一応強いかも。胃薬飲んだことないよ。好きなお菓子教えて。あ、なんか今日お菓子食べたんだけど、急にベビースターラーメンが食べたくなってベビースターラーメンを食べました。こんぐらいのなんか太いやつ、なんか久しぶりに食べたら美味しいね。久しぶりに食べたら美味しいってなりました。みゆちゃん結婚してよろしく。ねえ、恥ずかしい。なんか一応強いとかもうやめて。でも本当にリサなんかあれですよ、だって食べ物で当たったことないもん。食当たりみたいなのない。生の柿食べてしても強い。強いよ意外とね。胃もたれ、胃もたれ、うん、でもなんかわかんない、無意識になんか、あ、これが胃もたれかもって時もあるけど、胃もたれしちゃったよみたいな感じはないかも。チョコアンパン好き、美味しいよね。たまに買うよ、リサも食べるよそれ。うん、カルビ、カルビいけるけど、でもなんかあんまりカルビ、なんかその焼肉メンバーと行ったりとかしてもカルビ頼まないからあんま食べないかも。食べれるよ、でもいけるけど、なんかみんながカルビ結構重くないっていうのを聞いてから、あ、重いかってなってる。確かにってなってるか。ね、やめてよ。ストロングポイント一応強い、そう強いかも。うーん、ハラミと塩、やっぱハラミとかタンは人気よね。レバー、レバー好きだよ。あ、でもリサ生レバーは食べたことないんだよね。なんか普通のレバーはある、焼き鳥とか。そう、生レバーは食べたことない。カルビ、まあ確かに終盤来るとちょっと、終盤来るとあーってなるね。生レバー危ないんか、怖いな。それは山中にね挟んでね食べるよ。生レバーなんか、え、やっぱそうなんか、怖いな怖いな。ユッケ美味しいよね、わかる、ユッケ美味しい。やっぱタンは、ね、美味しいよね。怖いな。レバーはやっぱなんか血、なんだっけ、鉄分だ。血液じゃない、鉄分だからなんか取った方がいいねみたいな、よく言うくない。だからなんか疲れてる時とかになんか食べた方がいいかなって思って食べる時あるよ。食べた方がいいかなって思って食べる時もあるよ。うん、でもレバーはなんか結構好き嫌い激しいかもね。好きな子は好きだけど、嫌いな子は嫌いかも、嫌いっていうか苦手かもとかある。うん、癖あるね、あるかも、癖ある、好き嫌い多い、好き嫌い多め。うん、でもなんかレバーがその何かどういう系とか言われるとちょっとむずいよね。説明むずい系。
ったよ。カレーの制作で、ああいいよ。福岡焼き鳥美味しいよ。福岡、福岡いい、ほんと。うん、新鮮なレバー美味しいんだ福岡はね。ほんと何でも、まん鶏が美味しいかな。鶏系もレバーはレバー、確かにレバーはレバーだよね。なんか焼き鳥のレバーにしろ、中華料理屋というかレバーニラとかもうレバーだよねなんか確かにレバーはレバーかも。カーズハートありがとう。言われてみればそうだね。何生千枚って食べたことないかも。福岡一番、うん、うん、鶏が有名だよね。レバニラ美味しい。福岡おすすめのグルメ、福岡はなんか本当にいっぱいある。焼き鳥もだし、もつ鍋はもちろんだけど、あの鍋やっぱ今の時期水炊きとか美味しいです。なんか温まるマジで、心も体もすべて満たされます。体重増える。焼き鳥の種類なんかね、あんまじ詳しくないんだよ。なんかマジ詳しくなくて食べるんだけど、なんかもう桃とか安定なやつ本当にね、わかんないの。なんかりさ、前からなの、あ、もうお肉のねあれが分かってない。今日も来れました、ありがとう。ケイスケルカニャン、こんばんは。こんばんは。冬のもつ鍋美味しいよね、わかる。パジャマ持ってきた。え、そうなの、パジャマ持ってきてくれたんだよ。でも私またワンちゃんそれ持っていくかもねって思ってる。よし、あこちゃん、よし。焼き鳥食べてるイメージない。あーないかもね。なんかイメージ、なんかリサもなんかね食べるよでもリサ、でもなんかはずいよねなんかはずい、なんかはずい、なんか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 はずい。こんばんは、こんばんは。串系食べるの苦手。え、そうなんだよ。なんかいちご飴とかも苦手で、食べるのなんか好きなんだけど、なんか最後らへんになると本当危ないことになるじゃん、いちごさんの行方が。なんか結構なんか詰まるじゃん、なんか串がねえ、キアラすごいんだけど、一人で焼き鳥食べに行けんのやばくない？無理なんだけど、普通に緊張して無理、なんか食べれない、なんか気まずくない、なんか普通に、あっあっあいかじゃん、嬉しい、来てくれてありがとう。そう緊張する。もうなんか最近ね、なんか食べてる時もいつも考える、これ絶対いろんな人と食べに行けないやって思いながら食べるのこの間もなんか思ったんだよね。ハンバーガーはもちろんだけど、あ、ハンバーガーまた言った、そのグラコロ食べてる時も言った、なんか正午に、これ絶対マジで、これ絶対マジで食べれないやこんなのとか、もうなんか恥ずかしい、なんかこんな大きい口開けて見ないでってなるそう、好きな人と食べに行けないグルメ集したら何も食べれんやんって言われるよね、みんなに。気にしすぎだよって言われる。恥ずかしいもん、食べれるハンバーガーさ、無理だよ、絶対無理。一人まるまるできない派、悲しくなる派。あ、でもスタバとかはいける。スタバとかなんか一人様、お一人様でもどうぞみたいな席があれば頑張れるかも。ミュー
そう、一人で食べてる時は見ないでとか言わないよ。それははずいじゃん。だって見られるよ逆に。見てないんですけどみたいになるじゃん。やったよ。普通のハンバーガーいける？なんかマックとかのハンバーガー屋さんとかじゃなくて。それも無理なんだけど。何も、そう、なんか基本可愛く食べれるか食べれないから決めちゃうかもしれないね。なんかそう、ものでも、でもむずいよね。メロンパンはなんかいける、なんかわかんないけど、なんか可愛いじゃん、なんか持ってるだけで。おなかしてるじゃん。はやしさんの美味しい。だよね、無理無理だよ。食べ物とか。パスタ、パスタ、パフェ、あ、パフェはいけるかも。ちっちゃいのだったら、あんま大きいとあれかもやけど、ちっちゃかったらいけるかも。もう水分だけど、そんな悲しいこと言わないで。基本でかいの無理じゃね。無理だよ。あんこちゃんがパジャマについて語ってる。何ですか、何ですか。トリガーの MV のオムライス。ちっちゃくないと無理かな。お茶しかいけないよね。ケーキとか、ケーキはいけるかも。 MV でなんか食べてるシーンあんまないかもね。ゆで卵てかゆで卵食べる、そんなお外で。ゆで卵、ゆで卵はむずくない？どんな状況かな。ラーメン、ラーメンはまあ頑張る、頑張れば。あ、でもすれないから、なんかそのすれないことに対してあんま何も思わなかったらいいね。思ったら困るかも、ちょっとそれは。あんこちゃんが手ぶらで、マジで言ってる？そう。でもそれ申し訳ないよ、なんか。でも荷物を置くのも失礼かもな。確かに。チーズ牛丼？なんかすごくコアなとこ行く。チーズ牛丼？むずい。どういうこと？牛丼があれだからちょっとチーズって可愛いよみたいな。いや、リサのファンどうなってんのってあんこちゃん言ってる。なんかみんな変なこと言ったの？何？何何？何？何？可愛いよねリサ。そう、あんこちゃんはいつもリサのこと褒めてくれる。よし、あんこちゃん、あんこちゃん早くどっか行こうね。アンナにまた電話。いいよ、一生電話できるよマジ。クジャのもこちゃん、ハートありがとう。ハート、こんばんは、こんばんは。面白いよね本当に。うん、遠出しようよってちょっと言っといて。遠出しようねって。びっくりドンキーは、びっくりドンキーだっけ名前、あれちょっとドンキホーテと混ざった。
ビクドン？ビクドン行きたい。よりさん行ったことないんだよまだ。ビクドン、あ、ビクドンのでもいちごミルクは飲んだ、美味しかった。ビクドンは食べてないよ一回も多分。爽やか行きたい。びっくりドンキーっていう名前だよね。なんか改めてなんか俺そんな名前だったっけってなって。ケイケイちゃん、スノドームありがとう。レア？本当？ビッグドンって略すらしいよ。びっくりドンキー食べたい。ハンバーグ屋さんですか？近々食事されてた江ノ島カフェ、おお、いいねいいね、めっちゃ江ノ島いいよ、なんかよかった、いいね。パンケーキ結構ボリューミーだからお腹いっぱいになるよ、だいぶ。うん、あ、パスタとかもあるんだ。うん、大きいのかなサイズ、普通。食べに行きたいな、食べに行きたいよ。サイズ選べるの？なんて親切。MBTI あるよ。え、ね、なんだっけ、あ、なんだっけ、討論者、討論者、リサ、リサ討論者ですよ確か。意外ですか。この間なんか S 川さんのね企画であったの、あの質問でね、その S 川さんのインタビューで MBTI は何ですかっていうのがあって、でその URL まであったから、その初めてそのさ、いつもさなんか後でやろうやろうやろう系だったから、そういう企画というかがあって、もう本当嬉しかった。なんかやったんだよそこで。で、え、多分前回の GO かな、もうちょっとで発売になる GO じゃなくって、多分前回の GO の時にそれがあって、で多分私討論者よ確か。バウド書きしようね、うん、しようねって言っといて、あんこちゃんに、うん、しようね、大好きだよってお伝えください。討論者ってサイコパスって言われてない？え、そうでしょ、私サイコパス。やめてよ、そんなこと言われたことないんだって。でも意外っては言われるかも。意外ですか、リサって。え、意外、え、だったよね、え、覚えちゃった、忘れちゃった、なんだっけ、最高。ねえひどいよ、最高使えちゃった、そうでしょ。え、でもさ、なんかそのプラス思考な人だっけ、なんかそれもサナツンが言ってたんだよ。なんかサナツンとキアラとか私ってなんかポジティブ思考みたいな、そのなんかそのなんとか T とかそののところがそうだったらみたいな、なんか言ってたんだよ。よ陽気なサイコス。でもなんか会ったことないんだよね私みたいな人。え、サナツンと一緒なのかな。え、でもね、え、え、一緒、全く一緒ではないよね多分、全く一緒ではないかも。でもなんか
系統はなんか似てるっぽい。陽キャ、陽気なさやこ一番最初。えそんなこと書いてあったっけ。最初なんかやばいじゃん、陽気なサイコパスなんだ私って。いっちゃやばい。えでもどういうさ、それがどういうあれなの、性格とかさ、なんかあれなの、別に大したこあれではない。でもさ、それ合ってんかな、本当に合ってんか私、本当に合ってる。ああー、リーダーシップはないかも。それは違うなって思った。そういえば見てたらそれはない、 100% ない。もう一回やってみる。でも私その最後にやったのがそれだったの、エスカーさんのやつでやって、その前に聞かれてたから、みんなから何って。だから一回やってたんよ。でも一回やってたけどなんか忘れちゃって、確かこうだったよっていうなんとなくで覚えてて、でもう一回そのやった時にもう同じだったんよ。だからどっちも一緒だった気がする、2回とも。とりあえずうん、変わる。でもさ変わる、あもう一回やったもん。そういえば前いおりと電話しながらやったりさ、なんか一回やって結構やってないっていうか、お話し会の合間でも花ちゃんとやったよ。あれ4回ぐらいやってない。でも多分4回ともほぼさ同じあれだった気がする。結果 ENTP って書いてあった。やっぱじゃあそれじゃん、 ENTP じゃん私。討論者、討論者、私は討論者らしいよ。本当か？楽しいことが大好きだって。あでもそうかも、楽しいこと好き。本当にさ合ってんか。やっほー、合ってんかそれ。討論者でもなんかその討論者が何って感じだけど、そもそもね、そも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 あやめちゃんハートありがとう。めんどくさいこと嫌いかな、嫌いかも。やほやほ、コアスのどもありがとう。合ってんのかな、嫌いで欲しいなったからさ。あ嫌い、嫌いだよ。でもそうだよね、確かに人間ってめんどくさいこと嫌いじゃない、みんなめんどくさいこと好き、みんな。サナツンと似てるよね、似てるかも。うん、え、ウケるじゃん、ほったらかしにしちゃう。あうん、多分なんかあれとかあったんだっけ、相性悪いとかいいとか、この人といいとかあるよね。でもなんかそんなだよね。どうなん、相性、みんなで MBTI
MBTI 診断。こんばんは。 MBTI 診断ってほんとさ、はやなんか突然流行ったよね。相性はね、なんだろう、うん、うん、繊細か豪快って言ったら、どっちもあんまりあれだけど、どっちもあれだけど、ブームある、ブームあるよ、だいぶ。うん、内向型、 INFJ、 ほう、なんかいっぱいあるよね、めっちゃない？動物占い豪快そう。椎茸占いね、なんかあるよね。占いはあんま信じない派、聞いてないけど誰もあのいいことだけ信じる。わかる、なんなのか、ぶれない、マジ覚えれない。えっ、バラバラそう。え、確かに同じ人はあんまないかも。なんか似てるとかはあるかもやけど、全くそれが全部一緒ないんじゃない。そうだよ、いいことだけを信じるから。占いはいいことだけ。星ひとみさんのやってほしい。え、怖いよね、当たる方だよね、テレビにさ出てらっしゃって。え、マジ怖くない？怖い、なんでわかるの。そう、悪いことは忘れる、なんか忘れるというか、なんかその時間だよね、時間、すべて時間が忘れさせるんよ、やっぱ。当たりすぎる占いも怖いよね、わかる。なんか見てたんかって思わん、なんかずっとずっと見てたんかって思う。怖いよ、気持ちたい。いや、わかる、それな、それはある。何も信じない、やっぱ自分を信じるよね、やっぱ全てを。こんばんは。うん、なんでわかるんだろうね。ねえ、なんかテレビとか見ててもさ、なんかな、どこどこでなんか何歳って挫折してとか言うやん、とか、なんかほら、この来年はなんかモテ期ですとか、本当か本当か言っちゃうから、そんなタイプ。ハートありがとう。小さい頃とかはね、本当にわかる、本人しかってわかる、わかる、わかるよ。立てない人もいるからな、わかる、事前にね、絶対それはあるかもね。え、ちょっとはありそうじゃない、事前に調べてる何でも言っちゃうね。もうなんかその初対面で占いますとかじゃなくてさ、一旦だって調べたらさ、その人のさ、わかるじゃん、過去なんて。全然信じてないやん。そうだよ、てかなんか占いに行ったことないからね、なんかあんまね、わかんないけど、行っても多分いいことしか言わないでくださいって言って、いいことだけ聞いて、はい頑張りますって終わるかな、絶対にね。うん、ほとんど適当。そうだよ、悪いこと聞いて持ち込むだけだよ、ほんとそう、
本当にそうだよ。だからいいことしか聞かないんだよ。気になるけどね。いやなんか気になるけど、気になるけど、けど名前、名前は結構大事だよね。なんか自覚とかあるじゃん。なんか漢字のなんだっけ、字数とかさ、名前決めるときとか、それはあるかも。それ大事かも。うん、それはあるよ。うん、お疲れ様です。やっほー。そう、気持ちの問題だから。みんな名前になりやすそう。名前はねやっぱ大事よな。ちゃんとこう名字と下の名前がいい感じでいかないと。まあそれもね、よくわかんないけど。っていうのはあるよね。帰らされて、待ってよ、さ、帰らされるとかある？なんで？そんなことある？それやばくない？え？それは厳しすぎない？座った瞬間に、だって言ってないのにね、信じてないですとか、それはどうなん？それはどうなん？それは、それはどうなん？やばいよね。やばすぎ。間違ってる。間違ってるよね、それは。そう、いい、もうそういう時はなんでですかって言われた。確かに、え、確かに。お支払いはどうしたんですか？何もせずに払ったんですか？もっと結婚してよろしく。面白すぎ。そんな人いるんか。うん、先バイトだったらやばいよ。バイトだと疲れ、遅い時間まで。やばいね、ウケるじゃん。ウケる。そんなこと、リサとかもすぐじゃん思われそう。リサあんま信じないからさ、なんか同姓同名会ったことないよ。あ、支払いはしてないんだ。じゃあもうあれだけどね。でもなんかウケるね。帰らされることある？でも顔に出るよね、多分。なんか信じてないっていうか、うん、嫌なことは信じない。2週間前からエクラブに反映して、すごい、全曲ありがとう、聞いてくれたの。リサって見た目ふわふわして、占い信じそうなの。信じない、信じないんだよ。マジで信じないからね、本当に信じない。悪いことは信じないし、時間が経てば忘れる。時間が経っては忘れるよ。顔に出るよ、間違いなく。顔に出るとか、なんか目でバレる。だからマスクしててもなんかここだけでなんか笑ったとか笑ってないとかがもう分かっちゃうの。だからバレるよ、目でバレます、よく。結構意外、本当に。いやー意外。でも確かに言われるかも、意外って。なんか意外と、それこそなんかずっとなんかこう一個言われたことで、なんかもうずっとちょっとこうなんかシューって感じとか、なんか弱そうじゃないけど
なんかすごい気にしすぎそうみたいな。おみくじ大吉出たら喜ぶよ。悪いこと、いや悪いこと、そう言われたら引きずるから言わないでって感じ。占い好きそう。いいことしかね、気に入らないことは無視そうで。うん、占い師って星なの？え、そうなんだ。そうなの？なんでなんだろう。いいことだけ聞こう。占いで今年結果だけやってるだけ。ええ、でもう一回言ってみたら。でもその人に言った方がいいんじゃない。あの前回あの今年結婚できるってあのあなたに言われたんですけど、あのできなかったんですけど。それさ、なんて言うんだろう、それそれなんて言うんだろうね、あなた次第ですとか言ったらどうする。え「あなた次第です」そしたらまあさ、それはまあ間違いないみたいな、まあ、それはそうなんだけど、でもさ言ったやん。ああね、確実、そっかそっか、確実じゃない、まあそっかそっか、確かにそうだね。まあ確かに占い、まあそうだよね、そうだよそうだよ、そうだった。確かにそうじゃんね、あなたそうだね。なんかむずいね、占いってむずい、占いってむずいかも。うん、占い気の持ちようね。でもなんか言うよね、なんかさ、この時になんか天気が訪れて、なんかここから下半期にかけてなんかこうなりますとか言われるやん、よくこうテレビとか見てたら。うん、手相、手相あんまりし、うん、あんまり手相もあんまない、 やられたことない、あんま占ってとかないか。そうね、曖昧ですね。行動次第だったね全部。確かにそうなりました。うん、線で人生決めてほしくない。確かにそれは間違いないかも。それはね、ラン結婚してよろしく。信じすぎはよくないね。20代後半からとか言われても忘れちゃうね、もう言われたっけそんなことみたいなね。うん、でも手相って変わるらしいよ。変わるんでしょ、別になんか増やせるみたいな、変えれるみたいな、芝だから言うね、よくない。自分で書く。あね、面白い。確かに手相、なんかでも手相こそ自分次第かんない、なんか自分でもうほらいつでもあれだからさ。ねえ、ウケるじゃん。1ミリも信じてないじゃん今のところね。でも占いされたことないからな。どうする、され占いさされたらさ、思ったよりなんか信じちゃったら、あのこんなにもさ、リサ信じない信じない信じないだったのにさ、急になんか何でも
やばいなんかあの来年なんか天気らしいよとかどうしようとかなったらどうしようどうしようとか、えなんか来年モテ期どんな風にとかさ、なんかどうしよう信じてしまったら急に急に信じたらやばい。いやまま信じないよ。でも根はでもさ根っからのあるじゃん、なんか根っからの信じない人だからあんま、だからあんまり信じないかも。あでもおみくじ大吉とか信じるかも。ちょっと紙やっぱ神社で引いたから理由やばくない？神社で引いたからあー面白い本当に。うん神は信じるよやっぱ神だもん本当に。大凶は信じない、大凶は信じないてか凶とかね引いたことないよ人生で。なおちゃん久しぶり、ありがとう。神様信じる、でもすごい確率じゃない？凶とか引くのって。ほんと熱い信頼うん信頼ある。うん仏信じる言うよね。浅草出やすいってね今日。でも浅草でも引いたことあるけどね出たことないかも。そう都合のいいことを信じようみんなも。でもさそうだってさ悪いことさ信じてもさ何もならんくない？2年連続今日ええすごくない？それそんな。でも今日もいいこともできる。なんかそのさそれより下はないからって思わない？これより悪くなることないって思いたいね。運いいのかな。いやええやわかんない。なんかでも厄年とかも信じない。えなんか厄年だったなんかいつかそうだったんだけどなんか気にはしてたよなんかあるかなみたいな。でも何もないまま終わった。ポジティブポジティブかなんか意外とネガティブな部分もあるけどポジティブ思考はポジティブにいきたい。髪伸びたよ。伸びた伸びた。崩しめっちゃ危ない。怪我したの？あらおみくじ。え嘘。えじゃあ来年引いてみなよ2024年。なんか悪いのさ結んでいった方がいいんでしょおみくじ。それこそ今日とかだったらさ年齢とかすごいすごい。それはすごいかも。すごすぎ。今日出てくる。出るんだね今日。うん。シーンかわいい。そうなんかいいやつは持っていったよ。大吉とか。大吉とかなんかその書いてる内容もよかったらいいね。いいのがいいね。うん。いいことだけを信じていこうね人生。毎年何吉か覚えてない。ああね。なんか確かに印象深いと覚えてるかも。それこそ大吉とか。やっぱ覚えてる。末吉ビーム。わかる。え大吉の次中吉がいいんだっけ？大吉中吉小吉吉。今日吉がいいの次。あそうなの。いまいちその辺分かってない。大吉あ神社にもいるのか。
大吉吉大吉吉中吉なんか、え中吉でってめっちゃ喜んでたけど吉が上なんか、末の方がいいの？え、ちょっと今までめっちゃ喜んでたけどなんかあれだったのかもしれない。大吉吉中吉小吉吉早口言葉みたいになった。場所にはやるんだ。なんか中吉多い、なんか中吉多いかも。あれさ、中吉か吉多いかも。なんか吉意外と頑張ってる。吉意外と上なんだ。そうなんだね。大吉吉中吉末吉強化。末吉ちゃんも引いてないな、そういえば。うん、面白いね。なんか吉強っ。そっか、じゃあ来年は何かな。ドキ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 ですよ。ほんとほんと怖いな。おみくじ引くときちょっとドキドキしない？なんかちょっと怖い、なんかちょっと怖い、信じちゃうから。なんかそれはおみくじ結構ガチ勢みたいな感じになっちゃって信じちゃうから、結構心を込めてる、いつもお願いしますって思って、大吉お願いね、大吉大吉大吉って思いながらいつも願いながら弾きます。棒のやつね。確かにそう思うかな、今度から。結べばいい、たとえ良くないのが出ても結べばいいって思うかな。振っちゃう、わかる、めっちゃ振っちゃう。そう、うん、何回やってもいいんだよね。確かに面白い。ほんとおみくじはね、ほんとなんか信じちゃう系だから、それ以外は信じないのに。うん、神様のねあれで、そう、結果はね変わるから。なんだって占い行ったことないよ。仕事、健康運ね、健康運大事だよね。健康運なんかリサずっと強い気がしてる。だってずっと元気だもん。やったね、嬉しい。無口ね、すごい、すごすぎる。そう、やっぱ健康はね一番大事よ。やっぱりやっぱりやっぱりね。うん、信じる、わかる、健康は大事。占い11思い出した、思い出した。私もあの時は多分まだちょっとピュアな心だったのかもしれない。すっごい多分そういうの信じてた気がする。だから泣いたんだよ。今じゃ泣かないよ絶対。今だったらなんなら言い返す今だったら言い返す、今だったら私は言い返す。11時じゃない11位だってどうでもいいしとか言って絶対に変えてやる絶対に11位じゃないからって思って、うん。でも現にねあれ11位だったけどね、なんか覚えてないもん。なんかそのとそのその時年なんかなんか良かったこととか悪かったとか覚えてない。その悪かった思い出もない。ピュアな心、
そう、ちょっとピュアだった、何でも信じた、あの時代。記憶から消してて、くさ、そうだよ、消してる消してる。え、でもなんかその占ってくださった方なんかのやつでもなんか当たってなかった、当たってなかったですよとかなんかね、なんか言われてたよ、なんか言われてたよそう、忘れたけど、なんか言われてた、普通に草草やだよ、ほんとにナチュラルに違う、リサが言ったんじゃないよ、リサが言ったんじゃなくて、なんか YouTube かな、多分してらっしゃるじゃないですか、それ根に持ってるよ本当に。でも私はもういい、もういいもん、だってリサ今年良かったんだもん、うん、だからいいもん、もう終わったし、あの年なんて、あの1年なんて終わったもん、過去だから、すべて。そう、もうね、自分が幸せだったらいいよ、やっぱ人に何を言われてもはあ、面白い、本当に何もなかったよね、何もなかったと思うよ、覚えてないけど、悪かったらだって覚えてるはずじゃない、過去は振り返らないよ、いいことだけ振り返った方がいい、やっぱ何でも何でもかんでも、てかいいことの方が残ってるじゃん脳に、やっぱ悪いことなんてもう大体どっか行ってる、大体どっか行ってるからね、本当だよ、大体どっか行ってるから、うん、あ、まあ根には持つよ一応、だって言われた言葉ってやっぱ残るじゃん、そう、悪いことは忘れるよ何でも、うん、そう、今が楽しければいい、それがいいよ、みんなもそうやって生きよう、明日苦手だよ、あ、頑張れ、電話苦手、エリサもこうなんか怖いよね、緊張、電話、そうだよ、年末年始忘れた方がいい、エリサのうね、今はエンジョイし、強くて好き、ほんと強い、考え大好き、リサというと元気になる、そう、強く生きよう、やっぱ人生言われたことをボール当てられたことを、あ、まあもっとそれはあの根にはあるよ、私も小学生の頃とか覚えてるもん、ずっと。チャルモグ、クモありがとう、クモねえやめてよ、一応強い、でも強いよ、私ほんと何でも強いかも、あんまりあれだから、弱なんか、うん、強いです、強いよ、ほんとに、リサの考え、キモでかいよね、いつも人生とかなるからさ、人生本当にいろいろと強い、えらい、もうコリン頑張ってんの、えらすぎだから、なんかあったら言って、リサに何でもあの言い返すからテスト頑張れ、カンナちゃん、したドキドキテスト、テストとか緊張だよね普通に、
こんばんは。こんばんは。そうだよ。どうやったらいろいろ強くなる。なんかでも普通に生きてたら弱いかも。リサも弱いっていうか、なんか弱い、なんか弱い、弱かったよ多分。でもなんか慣れるよ慣れるね、やっぱ。なんかもういや、さすがになんか明らかひどいこと言われるとちょっと辛いよ。それはやばい。それこそ誹謗中傷とかはとんでもないじゃん。そういうことはダメじゃん絶対。でもなんか普通に意外と悪いけどよ。猫見てくれてありがとうかなちゃん。あ、偉い、さあちゃん頑張ってて偉い、本当にみんな頑張ってる。明日はショールーム見てね、みんな20時から見れる。そうだよ、私怒るタイプ、怒る系。それ誰かにも言われたの、なんか落ち込むとかっていうよりか怒るよねみたいな。福岡の子かな、言われた同じようなこと。リサちゃんって強いね。え、そんな見られてた、そんな。明日20時です。20時からいおりとはなちゃんと私の3人。明日の絵柄もお楽しみに。明日は明日しか多分あれだよね、絵柄ゲットできない絵柄かもだったと思うから、ちょっと楽しみだね。なんか珍、なんか久しぶりかも少人数配信だから、楽しみにしてます。りさも、うん、楽しみにしてて。夜勤だけど見たい。ああ、じゃあちょっと覗きに来て、ちょっと字できたら私もゲットしたい、見たい。私も早く、前回は私と翔子のやつ出てたね、あのコン、こういうやつ20時こういう感じ。だったやつ。次はどういうポーズしてるんだろう、楽しみですね。楽しみにしてて、リサも楽しみに明日するよ。お花しかじゃないね、お渡しか、わかる、お渡しかどれくらい来るんだろう、みんな来てくれるかな。リサ朝早いからさ、うん、早いからね。明日お渡しかの休み勝ち取る。え、勝ち取ってきてね、絶対に勝ち取ってきて、マジで勝ち取ってね、応援してる。割と来るかな。ピンクの衣装は絶対に見て、本当に可愛いから絶対見てね、本当にマジ可愛いから。もう肩のところもだし、もう全部。久しぶりに着るピンクの衣装。私から次の日お話しかなのもいいね、いっぱい会える。スクショタイムいいよ。じゃあスクショタイムね。休み絶対休んでね、みんな。なんか悲しいよ本当。でも応援してる。え、緊張しない、なんかそういうの言うの。私緊張するの、緊張しちゃう、緊張しちゃうよ。監視するよ、あやちゃん監視します。ありがとう、前乗りしてくれるの、本当ありがとうね。初これぶりかもしれない。みなちゃん楽しい、ありがとう。うん、本当に楽しみにしてて。じゃあスクショして終わろうかな。みんなでさ、お風呂に入るよ、でゆっくり寝るね。みんなも寝てね、ちゃんと。はい、じゃあスクショ
った後、かな。なんか今日は前髪がさまよってました。前髪も治ってない。あと少しだから頑張って直すよ。直しますね。昨日は動きやばかった。昨日ガチやばい。マジで待って、やばい。また一人で座っちゃったらもう終わりだって一人で言ってた。とりあえずお風呂でもう頑張ってほぐすね、一人で言ってる。マジやばいみたいな、座っちゃったらもう終わりだよって思って、もう本当にやばいよ。なんかもう捕まり立ちみたいな感じ、もう全てに。本当にお風呂ね、座れたけど今度また立つとか大変なの。もうあのお風呂のさところもうめっちゃもうこうやって楽しそう、やめて。本当にそうだから、そう今日も湿布をまた買ったから、それ貼って寝たいと思います。うん、ということで明日の20時からショールーム見てね、みんなお楽しみに。衣装だからね本当に寝ます。ちゃんと足をマッサージして、前もも大事に。ありがとう。みんなも明日金曜日だね、ラスト金曜日頑張って。みんな朝早い方は頑張って起きるの頑張ってね。うん、あ、おひよちゃんありがとう。お話し会もうちょっとだよ。ドキドキ、ありがとうございました。じゃあランキングを見ます。13位タカ、12位広島の山ちゃん、11位キョウ、10位チャルモグ、9位コア、8位ケイゲイちゃん、7位ヒロミン、6位お塩、5位ザンマイちゃん、4位レグルス、3位トメゾ、2位ラン、1位ミヤモリユウちゃんでした。ユウちゃんありがとう。頑張って起きれたの本当に偉い、マジで。明日はゆっくりだからゆっくりしてね。あとは初めてランキングに入った皆さんもありがとうございました。また明日はまあ多分髪もちゃんとして綺麗だと思うから、まあ、夜がいいかな。でも遅くなるかも、帰ってきてからだから。やるね、できたら。また何の髪型にするかちょっと考えてないけど、やりたいと思います。ということで皆さんおやすみなさい。みんなもあったかくして寝てね。バイバイ、おやすみー。またねー。バイバイ。